こんにちは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております、長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。あなたは日本国の一員、国民の一人であることを実感していますか？あなたもここで自由に社会や政治に疑問や意見を述べましょう。職場や仕事、社会や生活、不安や不満、疑問や意見をあなたもここでスピーチしましょう。コロナウイルス、疫病と不況の中で生きている証を残しましょう。コロナの中で生きている証を探しましょう。コロナの中で生きている証を示そうではありませんか。あなたもここで自由に社会や政治に疑問や意見を述べましょう。職場や仕事、社会や生活、不安や不満、疑問や意見をあなたもここでスピーチしましょう。ここでの街頭スピーチは YouTube で公開しております。ここでは皇室批判と日本政府転覆、この2つはお断りです。その他は自由に社会や政治に疑問や意見を述べましょう。未経験の方、初めての方、大歓迎です。外国の方は日本語でぜひご参加ください。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。